はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。ここのところこれが話題になってますね。クラスター弾でございまして、日経新聞にこんな記事が出てます。8日7時14分、米国弾薬不足で禁じてウクライナにクラスター弾ということでですね、ちょっとだけ読みますと、長い記事なんで最初だけね。米国のバイデン政権が殺傷性の高いクラスター収束集めて束にすると書きますね、弾をウクライナに供与する立場に転じた。非人道的な兵器との批判に配慮してきたが、弾薬不足を補うため、禁じ手に踏み込む。欧州との結束維持に向けて対話を進める。とても難しい決断だった。バイデン大統領は7日 CNN テレビのインタビューでクラスター弾の供与についてこう語った。同盟国や議会の友人と話し合ったと強調し、供与を決めるまで時間をかけたと説明した。まあ以下飛ばしまして、クラスター弾は一つの親爆弾の中に数十から数百の子爆弾を内蔵する構造だ。空中で親爆弾から子爆弾が広範囲に放出すると。つまりこう飛んできてバッとこう散弾銃みたいに分かれて、要は範囲面、点ではなく面で攻撃を実行できるということですね。途中で散弾銃に変わるという感じですね。ロシアはウクライナ東部や南部に広範囲に塹壕を整えたり地雷を撒いたりしてウクライナ軍を待ち構える。ロシア軍に接近するリスクが高い中で、ウクライナ軍はクラスター弾を使ってロシア軍の戦力低下を狙うとみられると。まあこんなことが書いてありまして、長い記事ですけど、これは有料ではないんで全部読めます。貼っておきますね。ロシア軍はすでにクラスター弾を使ってるんですね。でこれに対して西側は非難を浴びせてきたんですけども、ですね、ウクライナもこれ欲しい欲しいって言ってるんですけど、今まで供与してこなかったんです。それをいよいよ供与するとなったとですね、ロシア軍に対して非難はできなくなりますね。まあでもまあしゃあないとしゃあないと私は思いますけどね。それでね、これね、何がというか、まあ、私の想像ですけどもね、ロシア軍で塹壕に入ってるわけでしょ。塹壕って何かというと穴ですね。地面に掘った穴がですね、こう長くなってるわけですね。でそこを人が行ったり来たりするわけですけど、これはですね、上に真上からの攻撃に対しては弱い、ね、当たり前ですけど上かの蓋がないですから ね、 ねえ、で、こう普通にですね、大砲を撃ち込むとですね、その穴の中に直撃をしないことにはですね、穴があってですね、こう穴があって、穴のこっち側で爆発してもこっち側で爆発してもこの穴の中にいる人はですね、基本的に大丈夫なわけですね。だからこの穴の中に直接グッとこう砲弾が入り込まないとですね、殺傷がないと。ところがですね、こうなってこの辺で爆発してですね、こうバッと散弾銃みたいになると穴の中にいる人も当たりますよね。だからですね、こう効果が高いというふうに、特に塹壕戦については効果が高いんちゃうかなというふうに思われます。なんでいよいよこれ使いなさいということになりました。まあどうでしょうね、効果が現れるかというと割合が私は出てくると思います。後で書いてあるんですけど、155ミリ砲弾、をで多分使うとされてまして、155ミリというのはですね、何と言いましょうか、その一番よく使う砲弾でして、榴弾砲と言いますけども、そのウクライナ軍は155ミリ榴弾砲を使ってクラスター弾を発射する見通しだ。ウクライナ軍は23年春時点で155ミリ砲弾を1日6000から8000発使ったとみられる。ロシアは1日何万発も積んでないですけどね。一番こうよくとかメジャーなスタイルですね、155ミリというのは。
で、あの榴弾と申しますのはですね、爆発したら破片がですね、四方八方に飛んでですね、それで人を殺傷する、主に対人なんですね、人をですね、殺傷するための兵器なわけでして、あの例えば戦車の中にいるとですね、あのよほど近くにこう当たらないと被害はほぼないんですね戦車って鉄の壁に覆われてますでしょ。だからこの戦車がここにあってこの辺にボーンってあってもこう破片がこう飛んできてもそれはですね、戦車の殻に硬い殻に当たって中にいる人は殺傷出されない。いわゆる歩兵輸送車みたいなですね、歩兵戦闘車みたいなのがあって、それはこういうふうな壁に囲まれてるわけですね。だからこの辺で爆発してもピュッと破片が飛んできてもその壁に阻まれるんで、中にいる歩兵はですね、こうまあ被害を受けないわけですね、理論的にはね。ところがこう歩兵戦闘車でもですね、上は空いてるわけですよほぼ上は空いて、まあ閉まってるのもありますけどね、あの上は空いてて、歩兵戦闘車があってこの辺で爆発してもですね、 こっちへこう爆弾がバーッと散弾銃みたいに行きますから、中にいる人は当たってしまうということであって、簡単に言えばですね、一発の弾の殺傷力を5倍10倍当たり前という感じではないかなという気がします。なんでもしかしたらですね、劇的な効果を発揮する可能性はあります。特にですね、あの守っている塹壕戦で塹壕の中にいるロシアの兵隊さんたちに対してはですね、劇的な殺傷力を発揮してですね、ウクライナ軍の進軍スピードを早めるということになるやもしれません。ただまあこれ使われる方もね、使われる方でね、それを使ってるエリアではですね、こうなんていうか天井が空いてるところではなくてですね、天井が閉まってるようなところへ逃げ込もうとするでしょうね、兵隊さんたちは。だからある程度使い始め効果が出てもですね、慣れてくるとですね、だんだん薄れてくるんじゃないかなという気はしますね。現にウクライナ側はこれを使われてきたわけですからね、その対応方法はいろいろあるでしょう。ということなんで、まあ最初は効果的と思います。でも継続的にものすごいゲームチェンジャーになるかというとちょっと期待しにくいですね。なんていうのかな、アメリカもね、こうなんていうか、そこいつまでたったら終わんねんって話ですね。もうずっと兵器は供給してるけども全然決着つかへんやんと。でアメリカ軍自体のですね、備蓄もそこを突きかけてるわけですね。自分らの分がなくなったらあかんやんという、やっぱりそれはありますよね。もしかしてね、台湾が始まったらですね、もしかしたら行かなあかんかもわからんでしょ、アメリカ軍は。その時に弾足らへんやんということになると困るわけでして、まだ台湾に限らずですね、他のエリアでもですね、なんか始まるかもわからんでしょ。まあ、アメリカの領土が侵されるっていうことはないにしろですね、まあ、どこで何が起こるかわからんっていうのは世界ですから、その時にですね、どうなるのかということですね。はい、ちょっとでも状況の変化はあるかもわかりませんね。決定的ではないですけどね。今後決定打になりそうなのは F-16 なんですよF-16 がね、出てきたらね、制空権が取れる可能性があるんですね。制空権が取れるとね、なんていうの、今ね、だいぶね、ロシア側はね、対戦ヘリみたいなのができて、それが活躍してるみたいなんですね。その対戦ヘリがですね、うようよできなくなるんですよ、F-16 が来ると。ね、上からやってきてですね、もうすごいミサイルがババーッと打って、ヘリなんかすぐに当たってしまいますからね。で制空権が取れるとね、これはゲームチェンジャーです。いろんな面で戦いやすくなりますんで、ただそれが登場するのは早くても今年の終わりと言われてるんですね。なんで、まあですね、この冬まで続くやろうという見方が最近こう強くなってきましたね。あんまり長く続いてほしくないですけど、でゼレちゃんやったらと強気でしょ、全領土を取り返すんやって言うでしょ。だからですね、ちょっとあれですね、長続きそうな感じがします。プリゴジンの反乱でですね、ロシア軍に動揺が走るかと思ったんですけど、今のところそんな感じでもなさそうですね。
まあ、あとはですね、プーチンがプッチンされてですね、やめやめ全員退避とかって退却とかっていう風になるのを願いたいですけども、今のところそんな感じでもなさそうですね。はい、ということでございまして、この日本経済新聞のですねアドレスを貼っておきますので、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。